シャマくんちチャンネル、パーシャマでございます。本日出ました、ケインとそしてラポルテをレベマにしてみました。能力はこんな感じです。ケインはオフェンセンス98、ボールコントロール88、グラウンダーパス85、フライパス87、決定力90、ヘディング90、キック力が92、ジャンプ85、フィジカルコンタクト90、スタミナ93という感じですね。で、ラポルトがグラウンダーパス86、フライパス85、ヘディング93、そしてジャンプが93の、フィジカルコンタクトは92、スタミナ89、ディフェンスセンス97、ボール出し99、アグレッシブネス93という感じです。で、気になるところは、ケインに関してはやっぱりスピード瞬発がちょっと遅いかなというところ、で、何試合か使ってみた感想も含めてですね。で、ラポルトに関してもスピード瞬発がやっぱり遅いところはあると。で、フィジカルも93ではちょっと足りませんでした。この後見てもらいますけども、結構ねスピードがないので、ワンタッチパスで、例えばなんかフォワード、ラポルトがついてるフォワードに縦入れられて、ワンタッチで叩かれて裏抜けられるとかも何回もやられましたね。で、5試合ぐらいやって、ラポルトは左サイドでのセンターバックで使ってたんですけど、ラポルトがいる方向のサイドが手前にある時にめちゃめちゃ失点しましたね。ラポルトのラポルトのサイドから攻められるとかなり、やられました。で、大体一般的なウイレのゲームあって、画面の手前にあるコートの方から攻めていくんで、ラポルトがいる方向のやつが手前にいると、そこからめちゃめちゃやられて、前半はきつかったけど、後半逆サイドになった瞬間ラポルトの方攻められないから、あっさり逆転っていう試合もありましたね。そのぐらいちょっとね、ラポルトは僕の守備の仕方では、ちょっと使えませんでした。やっぱりね、スピードガンガン突っ込んでいくんで、スピード瞬発っていうのが、さっきみたいにフォワードに縦パス入れた時にできれば、体をまずぶつけて相手を動けないようにしたいと。で、叩かれてもその裏取られずについていけるっていうスピード瞬発がやっぱり必要かなという感じでしたね。で、ケインは大当たりですね。7試合で12ゴール5アシスト、評価点 7.33 ということで、ケインはね、このバティストゥータにちょっと能力が似てます。オフェンスセンスが高くて決定力とキック力があると。で、バティストゥータの場合はスピードが90、瞬発81と、スピードがね高いんですよ、ケインより。ただバティストゥータの場合はパスが下手なので、ケインの方がその辺は上手かったと。でもね、それがすごく補完関係にあってめちゃめちゃ良かったです。ケインはスピードがないんですけど、ラインブレーカーなんで裏抜けする分、バティストゥータよりスピード瞬発が足りてないっていう印象はなかったです。逆にフィジカルがあるんで、一回前に入っちゃえばそのままいけますから、ギリギリなタイミングでここでしか出せないっていうねところでスルーパス出しても、一回前に入ってボール触っちゃってドリブル始めたら、ファンダイクとかがね後ろからゴン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 ぶつかってきても、耐えられるという感じでした。スタミナがなくなった後半とか潰されてた時もありますけど、そんな感じかなと。で、何よりね、この2人がね、ケインは逆足3-2なんですけど、バティストゥータが4-4で、ここ見てください、ワンタッチパスを2人が持ってるということで、僕がね去年使ってたヨークとコールと3人ぐらい、前の3人 3CF を全員ワンタッチパスで固めるっていう戦術があったじゃないですか。それをやったんですけど、それが、でかいバージョンでできます。ケインとバティストゥータで、重いけど、もちろんね、ヨークコールの方が軽くて足が速いんで裏抜けとかもいいんですけど、バティストゥータとケインでも十分できました。だからこんだけ、正直スピードとか瞬発もそんなにないフォワードなんですけど、ワンタッチパスを織り交ぜることによってスピード感のある攻撃ができたので、あんまりね、そのワンタッチパスを意識できたら、テンポが遅くなったりとか、こう囲まれて取られるってことはなかったですね。なので僕は今フォーメーションとして、とりあえずワンタッチパスを持ってるやつを固めてます。クライフ、トッティで、ムバッペだけは一応入れてますね。ただロナウドとかも外しました。で、メッシでしょ、ネドベド、ケイン、クライファーとガウショ、もう誰だろうな、ビエラとボランチより前のポジション、ビエラとムバッペ、以外は全員がワンタッチパスを持ってるっていう状態でチュン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 やってみました。その辺もね含めて、これから試合の動画何試合か試してみたんで、ぜひこの使用感、動いてる動きを見て
この2人がどんな感じか見ていただけたらと思います。では行きましょう。はい、まずはこのシーンですね。ラポルト、ほらここがね間に合わないですよね。でファンダイクで寄せていくんですが、まあ、ファンダイクでね取りきれない場合も考えてちょっと減速させようと思ったんですけど、それでも最後間に合わなかったんで、でここはねいい形でしたよ。ムバッペからケインがヘディングもあるよと。これはねかなりこうサイドから蹴っていい感じですよね。ロナウドいらずと。でケインほら見てください、ここまでトップスピード乗っちゃったら、あの裏抜けの反応もするし、ここまでスピード乗っちゃえばまあ追いつかれないかな。ここもねガウーショからロナウド、まあ、この時はまだロナウド使ってましたね。でここねほらビルドアップパス、ほらここの、ね、ロナウドのワンタッチパスがなかったからずれちゃったけど、あれは完全に1点コースでしたね。でラポルトがフィジカルで勝てないというシーンです。やっぱりこちらのサイドから、まあ、相手もうまかったんですけど、こちらのサイドから失点することが多かったんです。そしてロナウド、これは関係ないシーンだね。ロナウドがかっこいいよっていうシーンでした。でここはね、まあ、ここもまたロナウドでスピードとで抜けて中に入ってくるケイン、まあ、もう外れちゃいましたけどしっかり勝ってくれると。で守備ね、これラポルト、ここぐらいでした、マジで。あ、やってくれたラポルトっていうのが5試合ぐらいでこんぐらい。でケインほらこうやってねグイッといけると。で相手のトラップの長さ考えてスパキャンすればフィジカルでかっさらえるよっていうところもありますね。でもフィジカルがあるんでこうやってしっかり体を向けながら、まあ、シュートは外れちゃいましたけども、あの動きに影響を感じませんね相手の。でここもラポルトをなんとか頑張って、そうだねこの2カ所ぐらいかな。でビルドアップしていこうかなと思ったんですけどスピードなかったんで追いつかれちゃいました。で次のシーン、ここもここワンタッチパスからのケインで、これで、あ、やっぱ俺ワンタッチパスの申し子だったと。もうちょっとワンタッチパスを重視していこうということで、もうこの次の試合からクライファートとかが入っているんじゃないかな。で、ね、うん、でここよ、ここね、あのラポルトが左足でよかったっていうワンシーンです。ここぐらいでした、ラポルトじゃなきゃいけないっていうのは。でここね、ワンタッチチョンチョン、いい動きしてるでしょ。でワンタッチチョンチョンだし、シュートもこの2人は強いんで、トラップワンタッチシュートでねズドンっていいシュートが打てます。だからああいうシーンが作れますね。でこんな感じでもうガン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 ワンタッチで詰まるまでワンタッチみたいな。でもこのねケインとバティストゥータの相性がすごくいい、本当に。なんだろうね、リズムが合ってるのかな。重いやつは重いやつ、速いやつは速いやつとかで合わせた方がいいのかな、わかんないけど、なんでこんなに合うんだろうと。でムバッペのパスはねワンタッチがないんで、やっぱケインがトラップで詰まっちゃうんですよね。まあ、だけどムバッペやっぱここのぶち抜きがあるんで、ちょっと外すかどうか考え中ですね。でこの辺とかほら、トッティとバティスだとみんながワンタッチでフラスル上げて、これ気持ちいいでしょ。まあこんだけやっぱパスがポンポンいって前に進めたら、あんまりねやっぱりなんて言うんだろう、フォワードの重さとかを感じなかったんで、まあ、この辺やっぱりコナミさんが、まあ、ゲームの仕様自体は変わらないけど、ね、選手のスキルとか変えれるじゃん、そういうの調整してなんかうまくやってるのかなって感じでした。もう新鮮味を持たせてるというかね。これもまあちょっとキーパーに突っ込まれちゃいましたけど、まあ、抜け出せはするよと。だから、まあ、ケインの、ね、抜け出しも気にしなくていいかもね、うん、スピードとか遅いからどうなのって思う人もいるかもしれないんですけど、しっかりタイミング見てスルーパス出せばフィジカルもあるしゴリッと前に行ってくれるっていうシーンはありました。まあ、あとはコナンが B 固定だったら本当に最高なんだけどね。さあムバッペちゃんから、ここねバティちゃん、コネレルはね、これも素晴らしいね、ってこの敵のディフェンスを嘲笑うかのように。でね、ワンタッチパスのこのリズムで、ビルドアップで攻撃して何試合もしてたんですけど、あ、これ完璧でしょ。フィジカルがあったからワンタッチで畑だよね、バッティストゥータも。でケインがグーンで、これいや、こういうのもねちょっと今のはミスっちゃいましたけど、まあ全然狙っていけるよ、こういうの完璧でしょ。もう追いついてない相手のカーソルが。はい、ということでこんな感じで、ミンチャマユナイテッド、ケインが入ってだいぶ変わりました。でそうなってくるとやっぱりねロナウドも外れちゃったし、逆にメッシは入ってきたしで、まあ、ワンタッチチョンチョンイレブンに進化して、進化しましたね。いいのかどうかは別として、うん、でやっぱりケインとバティは
フィジカル張れるからワンタッチでチョンって叩くのも相手が突っ込んで取れたと思ってもフィジカルで抑え込んで叩けるからなんかこう取れたと思って取れない時って次の判断考えてないんで取れると思ってるからだからもうね相手の 今のゴールシーンみたいな感じで相手の守備が全然追いついてないっていうシーンをたくさん作れました。であとはラポルトはちょっとないかな。左サイドバックで使ったんですけどまあ別にデナイエルでいいかなっていう感じの能力でしたね。まあその辺はそうねやっぱりまあでラポルトはないかなっていう感じでした。はい、ということで、ケインが入って最強になったよという動画でございました。これで結構レートが上がるんじゃないかなと確信してます。はい、ということで皆さんもねケイン当たった人はぜひ、使ってみてください。割とねマジで懇願6ね懇願以外はまあ完璧かなという感じです。ということで、チャバ君の、本日のクラスレで当たった選手のレビューでございました。ありがとうございました。さようなら。ウイレ大好き。